シャメのちょっといい話。シカのこの子のココシタンタン第10話の反応集&感想どうぞ。スーパーシカタイム。開幕コシタンの通学風景。結局留年なの。何度目の3年生。前回体育祭だったのに季節めちゃくちゃで草。コシタンがサザエさん時空で無双する。この作品はサザエさん時空ではないだと。みんな大好きコマンド、あれは嘘だ。なんだって。やっぱ嘘なんじゃねえか。サザエさん方式なのかそうじゃないのか最初から明言しとけ。冷静に考えてサザエさん時空ってなんだよ。コシタン留年疑惑これで解決してて、しか5月、4月、5月とかサザエさん時空よりひでえや。10秒で泣ける天才しか。かの子の知りやすげな声初めて聞いた気がする。相変わらず優しい元ヤン主人公。相変わらず展開が早いのでリセットできて助かる。花粉症にかかるしか。しかって花粉症になるんだ。花粉症の動物って疑惑止まりなんだよな。のこたん狩猟のお知らせの表情かよ。花粉症で鼻声だから少し声がおかしいのか。スギ花粉滅ぶべし、慈悲はない。夏だけど花粉症会。今季最強バズリオープニングきた。10回目のユーディア。ジャンピングしか提供。西タンクリニックは何だったのかというくらい CM 見なくなったな。そうだね、春のせいだね。夏のせいじゃなくて。そっか、春が来たのか。思考放棄。全部春のせいにして温め合おう。アレルギーって一応生き物なら何でも起こりそうなものだけど。なんで粉まみれになってるの。花粉症になるとこうなります。すげえ顔で泣きわめくな。モコモコのコタンかわゆい。そのビジュアルでその顔すんな。簡単のコタンにリアルフェイスがつく異様な事態。ようこそ花粉症の世界へ。顔面からあらゆる液体が。のコタンめっちゃ花粉に弱いじゃん。いつも角がニュルンってしてるから鼻水がニュルンってしてるくらい常識的だよな。お前野生の鹿じゃねえだろ。もはや鹿でもなくなった。花粉症の絵面じゃない。花粉症発症を認めないのはあるある。花粉症になった時はマジ鼻取りたくなる。変なことが起きてることを認識できる猫ちゃん、やはりいたん。そして同様に被害を受ける猫山だ。花粉がこれくらい出かければ回避できそう。日野は山梨だから花粉もいっぱい。猫ちゃんはすでに花粉症か。花粉症って人生全体で見るとかなりの期間苦しめられるよね。あー、これはフラグ。残念ながら花粉症はある日突然発症します。花粉症は年齢を重ねれば重ねるほど花粉症になる確率が高くなる。あのナコシタン、アレルギー反応だからかからない人もそのうちかかるのよ。花粉症の苦しみをわからない人間とはやっていけない。くだらん理由で解散かよ。方向性の違いとかバンドかな。花粉症で相当荒れてんな。これも新種の T ウイルスとタイラントだろ。花粉症の被害がまた増えた。花粉症の皆様、ご愁傷様です。欧米人はハンカチで鼻を噛む。鼻噛んだハンカチをツバメに渡す非常識さ。花粉症の人ほんと大変そうだな。洗い落とせるんかい。一回で洗い終わるんかい。一瞬で落ちるモコモコ。角の奥がムズムズするから洗い流す。なんだこの光景は。頭どうなってんだよ。お前の頭は空っぽか。物理。目を取り出して丸洗いしたいという表現はあるが、頭を取り外して丸洗いすんじゃないよ。花粉に顔ついてるアニメ。桜が角で咲いた。受粉した花咲きじいさん。角に痛覚あるの、かゆみは痛覚。まさか角磨きが本物の音とは。それ水泳用です。角に来るからメガネ意味なくね。角がくしゃみした。いや、角って排出機関なの。なんかこのアニメ見てたら鼻がムズムズしてきました。角セレブってあんのか。角セレブではなく角エール。角エール、角頑張れ的な。ローションティッシュじゃないと鼻がビガビになるわ。鼻声、母校だ。鼻声というより合成音声。 CV 変わったのか。悲劇のヒロイン、のこたん。エコーかけんな。セルフエコーで鹿が飛んでくる世界。日野動物園からまたも鹿脱走事件発生。
柵越えてきやがった。動物園から鹿が来た。昨日動物園からみんなが来てくれた。カジュアルに脱走されてるんだけどいいのか。一人で抱え込むなってんだこの大バカ野郎。どれが角電さんか見た目じゃわかんねえ。次は燃やしたいほど憎い。のこたんなこしあんかした。八王子や高尾方面にある杉の木を全部燃やすのだ。誰か本当にお願いします。いつかの調査が爆発。そういや前に学校を吹っ飛ばしてたな。その爆発で花粉がまき散らされるんですが、プラズマコンジットの掃除、ダイナマイトバージョンだったの。ダイナマイトそんなに所有すんな。生え変わった角に全部爆薬入ってるの。怖すぎて角も生えない。ネズミで地球破壊爆弾を使うドラえもんのようだ。ゲームのラスボスって何かトムに返したがるよな。花粉症の人たち、のこたんやったれ。すぐ育つからって植えすぎなんだよ。すぎ相変わらず鹿山だって間違えられてる。なんか利害が一致した。花粉症の人にしかわからない杉への像。実際杉の木は滅んだ方がいいからね。杉なくしても次にヒノキとかが控えてるけどな。あれだけ鹿部潰したいのに、のこたんと手を組む猫にあんの狂気。唐突なガンダムパロキター。諸君、私は戦争が好きだ。ギレンザビやめろ。ガンダムネタまでやっちゃったよ。サンライズと富野監督に怒られるぞ。猫山田さんのキシリアの方がじわる。ジークジオン、ジークジオン。ギレンの子とキシリア猫、その格好猫山田に打たれない。ララーの娘にギレン総帥ネタをやらせるのか。これ別バージョンだとアムロがモニターを殴り壊すやつ。その前に行くところがある。サンライズ花粉症ないない。耳鼻科じゃなくて動物病院に行くやつ。副会長まで動物病院に連行されてて草。のこたんはともかく猫山田さん動物病院でいいのか。こしたんだ花粉症になっちゃった。だから言わんこっちゃない。花粉症の苦しみへようこそ。セクションは八丈島。あそこはキョンではないか。八丈島のキョン来た。ついに八丈島のキョン出してきやがった。八丈島のキョンはがきでかなんだよな。いちごのショートにタピオカミルクティー。しっかり JK してるコシタン。のこたん1週間も部活来てないのか。地下部の活動ってそもそもなんなんだよ。文句言いつつ部活にノリノリで草。会話に参加せず農作業する馬車目。馬車目がいるから鹿はいるのでは。いつの間にか仲良しになってそうな2人。やっぱり馬車目って公式には鹿と認められてないんだな。何やってんだのこたん。なんで稼働部におんねん。ぬふんじゃねえよ。のこたん先生、芸名みたいになってる。鹿部から稼働部に転部。また花粉症になるぞ。そんなんだと思った。あの花バサミ使いにくいのよね。頭にいけるの。頭をかきにするな。どうせつのいけるんだろうと思ったら案の定だった。もうそれはいけばなならぬいけ頭。自由形、ルールなんてなし。華道なのに花がないんだが。どこが華道やねん。地下線をはたき出して振って。つの切った意味あったか。食べ物で遊んではいけません。華道って何でしたっけ。震え。相変わらず登場人物がほとんどボーボボみたいなアニメだな。どこがすごいんだよ。みんなイカれてるのか。華道部員全員かわいい。キコマロみたいな言い方やめろ。なんでドイツもコシタンが見てるの気づかないねん。レロ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 。粉々にした鹿せんべいを重量で舐める天才鹿。手を舐めるな汚ね。審美眼も老眼になっとるな。目じゃなくて頭が狂ってんだ。普段からそんなことしてたのか。それきっかけでスカウトしたのかよ。私の目狂いすぎ。先生と生徒の目大丈夫か。狂ってるのはババアそのものでは。華道の先生も大概イカれてるな。馬と鹿みたいに言うな。ちょっと前の米津玄師みたいなタイトルやめろ。米津玄師って思いっきり言っちゃったよ。裏番組で米津玄師特集やってるからタイムリーすぎる。このアニメ名指ししすぎてそろそろ怒られるぞ。オタク特有の深読み始まった。やっぱりこの学校の人間どうかしてる。左の子めっちゃ可愛いな。コシタンは鹿部に慣れすぎているから浅く見える説。
ひねりがないストレートなものに限って考察要素が入っている昨今のジャパニメーション。プレバトかな、日野市民のメフシアな過敏か、不評被害。見せるのは普通に生け花なんだ。作ったやつを戻してどうする。生け花にしようとか絶対いらない。相変わらずキレキレツッコミ主人公。それ生け花じゃなくて食虫植物やんけ。ラフレシアどこから連れてきた。ジャンブルじゃねえか。ラフレシア、ウツボカスラ、ハエトリソ。頭からギター出したぞこいつ。カオスに本を。四次元ポケットか。でようやくそんなツッコミが出たか。ほとんど言いたいことはコシタンが代弁してくれてるけん。ノコタンの頭の中マジでどうなってるの。ギター演奏始まった。不協和音すぎる。ギターのチューニングが合っていないぞ。このギターが本当に適当で最高。ギターと孤独と青いしか。ピックとかなしでギター弾けちゃうタイプ。ギターで食虫植物を踊らせる。後ろのやつら生きてたのか。この空間カオスすぎで草。先生が食われた。ついに人死にが。先生食べられちゃったよ。普通に事件だよ。ウツボカズラが人食ったのに落ち着きすぎだろ。いや先生の命を終わらすな。ギター本当に適当に鳴らしてるだけっぽくて完成度高い。モペモペかよ。先生溶けそう。先生早くそこから出てくれ。気が気でない。パックンフラワーっていうかリトルショックオブホラーズだろ。飽きた。即答。そっか飽きたのか。思考放棄。飽きたんじゃ仕方ないね。こんなのに左右される可動部の未来。可動部がこの調子なら他の部はどうなるんだろう。なんか久々のプルプルブラッシング。パシカブなんだよな。ブラッシングの子が結局一番可愛い。ノコタンそこかわれ。ノコタン&コシタンのブラッシングを作画最高品質で長めにやってほしい。とっても可愛いキョン。可愛いキョン、過ぎたではない。来た、わしゃめの田植え会だ。さて、ここからが第2話の伏線会。そうか10話だわ、田んぼ作る言うてたね。麦わら帽子可愛い。水路とかないのにどうやって水深管理するんだろう。あんこなに呼んでるんだ。コシタンの黒歴史ポエムノートを読むな。ちゃんと田んぼだ。ガチで田んぼ作ってる。足掛け7話かかったんやな。そういえばちょこちょことやってたな。2度目の春迎えたのに開墾に7話かかったってどういう時間軸なんだ。馬車目一生米育てててるじゃん。許可はもちろん取ってない。田んぼ無許可だったのかよ。学校で勝手に稲作するな。あんこのツッコミがいちいち正確。謎の生物なんでここに。なんでツッチーいるの。馬車目のセリフが多いの珍しさを感じる。ツッチーのリアクションでしたけど。どうやってコミュニケーションを。日野市名物馬車目舞。馬車目舞の歌。とにかくここの歌がめちゃくちゃ可愛くて好きです。ガチで田植えを始めてるぜ。今期田植え歌アニメの絆、鹿の子、桜姫。桜姫は昨日だったんだが。同一クールで稲作が被るなんて未だかつてあっただろうか。巷は米不足だから頑張ってくれ。ツッチーの方が田植えうまい。クリーチャーが田植えしてる。バレーボールみたいなやつと競い合う。馬車目、なんで農業高校行かなかった。ってダメじゃねえか。ぐっちゃぐちゃやんけ。早くしたら雑になる。当然の結果です。やっぱ普通に喋ってんな。実は本名津田山だったりするの。おにぎり作ってくれてる。おにぎりが三角すぎる。あんこちゃんのおにぎり、意味深。なんだかんだであんこ面倒見いいな。あんことバシャメの奇妙な友情、好き。ギャグ世界特有の次のシーンでは汚れも傷も消えている。相変わらず超くくってる。そういやこいつの試食チョークだったわ。コシタン料理下手なのか。なんかいい味出してる。おかしいな。ヤンデレイモートが今回割のまともだぞ。まともなあんこ、マジでただの美少女なんよな。やっぱあんこちゃんもいい子やで。米作りしてるだけで特にツッコミどころないな、麻痺。なんやこのエモい二人は。馬車目あんこコンビと尊い。この二人の絡みいいな、もっと見たい。ここら辺だけ見ると日常系の美少女アニメに見える。メイン二人がいないだけでなんでこんな平和なんだ。
丸いクリーチャーから目をそらしながら、結局何なんだこの生き物は。米作りに梅干し作りも追加された鹿部とは一体。急にほんわか会になったナオイ、さっきまでとの温度差よ。一生の友達になりそうな雰囲気。カオスを浴びせた後にバシャメとアンコの絶妙な距離感で脳を焼いてくるの好き。なんかいい感じに終わった。オチがないのが衝撃のオチ。3本目はほのぼの回だった。当社費違法田植えしたこと以外は案外まともな話だった。エンドカードはよだれ。マーライオンバシャメ。このアニメどんな最終回になるんだろう。フルでアニオリとかやりそうだけど。ヒカのこの子のココシタンタン第10話視聴させていただきました。花粉症、可動部、庭での伏線回収、天水の馬車目姫と久々の3本立てでした。花粉症ネタは結構あるあるだったので面白かったです。私の杉花粉アレルギーすごいので杉もやす発言にうなずいてしまった。猫ちゃんは相変わらず可愛かったですが、動物扱いになってるのはわろた。しかしこんな可愛い系でも容赦なく鼻水垂らさせるな。このアニメいいぞ、もっとやれ。可動部ネタはいつものカオステンコ盛りでございました。相変わらずモブが可愛すぎる。ガンダムネタもそうだけど、サザエさんも米津玄師も普通に言っちゃうの怖いものなしかよ。このアニメ、バシャメの畑エピソードはまさかこんなてーてーな終わり方するとは思わなかったです。特にオチもなく終わったのにも驚きました。終わりかいって声に出して言ってしまったぐらい。女の子可愛いし、作者さんにはぜひガチのゆりものを書いてほしい。まあ冷静に考えて犯罪してるからいい話だなぁじゃないんだが、体育館爆破とかしてるし今更ね。あんこの手作りおにぎり私も食べたいという感じで、週末最後にほっこりさせてくれた了解でした。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。